明日の話題という YouTube チャンネルで、うつ病の薬を安易に飲むなという内容の動画を見ました。製薬会社と精進会が儲かるために、造成が高い精神薬を消費していると言っていました。自分の場合、そういう製薬会社で陰謀論を信じて、大学市精神病を再発した過去があり、その動画に不快感を感じました。ひろゆきさん、は患者のためにではなく、儲かるために薬を出している陰謀論はどう思いますか。まあ、多かれ少なかれ、そのビジネスとして、まあ薬出したりとか、お医者さんは治療しているので。儲かるかどうかというのは、確かに事実なんですよ。で、あの薬を作るメーカーっていう。 あの儲かるために薬作ってるのでただあのここでポイントにしなきゃいけないのはその「明日の話題」という YouTube チャンネルはあの儲けるためにその動画を作って広告費をもらってますよね。 とといううころの方が問題だと思うんですよ少なくともそのうつ病の薬とかってまあ人によってはそのある程度そのうつ病が抑えられたりっていうそのちゃんと薬効がその何年も調べて証明された上で発売された薬なんですよ。 なのでその薬の処方の仕方とかで必要以上に薬を配ってるよねとかであればそのお医者さんが悪いよねっていう可能性はあるんですけど少なくとも善意のもとに作られてで多くは善意のお客さんによって処方されてるんですよ。でその要はうつ病を治すためにお客さんそのお客さんである患者さんにお医者さんが薬を出してますと。でそれを飲むなっていうのはうつ病の人が悪化するんですよね。 そのまあ、すげえ悪徳のお医者さんがいたら別として要はその人の,その治療行為を妨害することをやって金を稼いでるチャンネルなわけじゃないですかその動画って。だから金儲けでどっちが悪いかっていうと僕はその動画を作ってる人たちの方が悪いと思うんですよね。<laughs> その要はあの本当ににそその効果のない薬にこうその効効果果なないい薬がですよっていうんならいいと思うんですけどもしそのじゃあ そのお医者さんが処方している薬に効果がないっていうのを証明するんだとすると論文書いて学会に出してで下手するとその製薬会社との裁判をやってっていうので何年もかかってようやく意味がないよねってなるわけですよ。例えばアビガンとかってあの今のところ効果がないと言われても一応売ってるじゃないですか。で、その,あの臨床やってみたけどあの効果は立証できませんでしたみたいになるんだけどでもそれでもその効かないとは言えないじゃないですか。 要は薬が効かないっていうのってすごく難しいんですよでもそれをその調べ物しないし論文も書いてないのが金稼ぎのためにやってるのってどっちかっていうと僕はその動画チャンネルの方が悪いんじゃと思うんですけどいかがでしょうか <laughs> 皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげわじでしたバイバイ